腕を引きましょうと言われたことありませんか？正しい腕振りについて解説していきたいと思います。正しい腕振りの条件一つだけあります。耳、肩、腰骨、着地位置を結んだ縦のラインよりも肘が後ろで触れている、これが腕振りの条件になります。お腹の位置がその条件に大きく関わってきます。お腹の位置が後ろに引けた状態だと腕を振っていても肘が前に抜けてしまいます。お腹の位置がぐーっと前に入った状態で腕を振ると自然に肘の位置が軸よりも後ろに行きます。なので腕振り、腕ではなくお腹を意識することでいい腕振りができます。腕ではなくお腹を意識して正しい腕振りを習得しましょう。